ヒルファーチャンネルです。今日はね、卵を使った料理、卵とじってやつをやりますね。いわゆるね、あの親子丼の上に乗っかってるあの具のことです。まずはね、材料ですけれども、鶏肉と玉ねぎと卵です。単純でしょ。こういった料理はね、あんまりごちゃごちゃといろんなもの入れない方が美味しいんですよ。じゃあまずね、仕込みです。玉ねぎはね、スライスしていきますよ。繊維に沿ってね、スライスしていきます。あんまりね、薄くしなくていいですよ。かといってね、あんまり分厚くても困りますけれどもね。まあ、ちょうどいいぐらいな感じの薄さでスライスしていってくださいね。包丁使うのが面倒だなって人はね、スライサー使ってスライスしても全然大丈夫ですよ。はい、そしたらね、最近よく使っているこのジップロックのコンテナですね。ジップロックのコンテナの中に玉ねぎを入れていきます。はい、そしたら次、鶏肉ですね。鶏肉を切っていきますよ。鶏肉切るときってね、結構滑るんでね、手切らないように気をつけてくださいね。あと、鶏肉スライスなんかできないよって人はね、別にぶつ切りでも構いません。あのレンジでチンするときにね、ちょっと長い時間チンしてね、必ず火を通すようにしてください。鶏肉はね、なるべく生で食べないようにしましょうね。いろいろと問題がありますんでね。鶏肉をスライスし終わったら、それを大体半分ぐらいに切って、ちょっと小さくしますね。その方が火の通りが断然早いです。こんな感じでね、レンジでできるようなアレンジを仕込みの段階でしておきますね。鶏肉を切り終わったら、先ほどスライスしてジップロックのコンテナに入れた玉ねぎの上に置いときますね。せっかくね、細かく切ったんで、あんまり塊にならないようにね、広げてのけていきましょうね。はい、ではね、ここで味付けをしていきましょう。まずはね、片栗粉を小さじ半分ですね、小さじ1/2。そしたら砂糖を小さじ2杯、砂糖を小さじ2杯入れます。そしてね、お水を 180cc 入れます。お水を 180cc 入れて、ここで一旦よく混ぜますね。そしたらそこにめんつゆを大さじ3杯入れますよ。めんつゆを大さじ3杯入れますね。はい、そしたらそこに白だしを入れていきます。この白だし使うの流行ってますよね。まあ、確かに使ってみるとものすごい便利ですよね。白だしを大さじ1杯入れて、ここでよく混ぜていきますよ。味付けはね、これで完成です。さあ、味付け完成したら、これをジップロックのコンテナですね、玉ねぎと鶏肉の入ったジップロックのコンテナに入れていきますよ。静かに注いでくださいね。あんまり一気にデデって入れちゃうとね、せっかく綺麗に並べたのにぐちゃぐちゃってなっちゃいますからね。こんな感じでね、鶏肉がちょっと浸るぐらいにね、だしを入れていきますよ。そしたらね、そこにラップをします。これね、蓋があるんですけれども、ジップロックのコンテナってね、なんかレンチンしてる最中に吹っ飛びそうでね、怖くてね、ラップにしてます。はい、じゃあね、ここラップしたらね、まずは電子レンジです。500ワットで3分30秒チンしますね。その間にね、卵割っておきましょう。卵はね、2個使います。生卵ですね、ゆで卵じゃないですよ、生卵です。はい、ここでね、卵を溶いていくんですけれども、この卵を溶くときってね、こういう卵とじに使うときは、あんまりね、きちんと綺麗に溶かない方がいいです。白身がある程度切れて、まあ黄身が潰れてるよぐらいのね、そんな感じで溶くといいですよ。あんまりね、ガシャガシャガシャーってね、気合い入れて溶いちゃうと、卵とじのときはね、あんまり美味しくないです。あんまりね、気合い入れて溶かないように、こんな感じでね、雑に溶きましょうね。はい、ではね、1回目のレンジアップで、ある程度鶏肉に火が通ったらね、これちょっと肉がくっついちゃうんでね、軽くほぐしてください。軽くほぐしたらね、そこにね、今度は卵を入れますよ。この雑に溶いた卵をね、入れていきます。これもね、全体的にかかるようにね、ゆっくり入れてってくださいね。あんまりデデって入れないようにね、してくださいね。はい、ではね、卵を全体的にきちんとかけ回したら、もう一回ラップを閉じて、ここでね、2回目のレンジアップしますよ。2回目のレンジアップもね、電子レンジで500ワットで1分30秒、1分30秒ですね、レンチンします。するとね、ちょっと周りがちょっと固まったなっていう感じになりますからね、これをちょっと周りをほぐしてやってください。これね、これこのぐらいの生がいいよって人はね、この生でもいいんですけれども、あんまり生やだなって人はね、ここで追加で電子レンジ500ワットで1分間
温めますよ。そうするとね、こんな感じで仕上がります。まあちょっとね、半熟かな、もうちょっとで全体的に火が通るかなっていう感じの仕上がりになりますからね。まあこれぐらいがね、一番おすすめの硬さです。はい、ではね、完成したら盛り付けていきましょう。まあ盛り付けるって言ってもね、お皿に入れるだけです。まあこれなんでね、直接ご飯にかけないのっていう人いると思うんですけれども、これね、ご飯にのっけたくないって人も結構いるんですね。なんか別々に食べたいとかね、白いご飯の上になんかのっけるの嫌だなって人も結構いるんでね、これはお皿にのっけて提供しようと思います。まあ俺はね、丼とか大好きなんでね、ご飯にのっけて食べたいですけれども、まあ人それぞれ好みがあるってことですね。というわけで、ここまでしっかり聞いてくれた皆さんにね、ちょっとお伝えしたいことがありまして、来週ぐらいかな、来週ぐらいからね、ショート動画の方はシリーズ新しくなります。今回からね、丼物、丼をね作ってみようと思ってましたね。いろんな丼作りますよ。まあそれでね、この丼を今回の動画に入れてみたわけですけれども、まあショート動画の方もね、いろんな丼作ります。ラーメンとかも作るんでね、よかったらぜひご覧くださいね。お楽しみに。じゃあこれはね、これをご飯の上に乗っけて親子丼としていただきたいと思います。